機嫌よく過ごすっていうのがすごい大事だよね。はい、自分の機嫌ってさ、宇宙と直結してるからさ、機嫌悪い波動を送ってるとさ、機嫌悪くしてくるからね。だよ。はい。ーはい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。だよー。はい。もう3月ですよ。 うん。っていうかこれ隠れちゃってますね、はい、これせっかく森高千里なのにねこれ森<え>が隠れちゃってるじゃんこれ誰ですか森高千里じゃないですかこれ<誰>有名な人ですか森高千里知らないのなんかこれ実在の人物なんですか実在です、AI じゃないですよ AI アイドルみたいな感じの陰影をしてますけど私がおばさんになってもとか知らないですねあ、なんか心の奥をざわざわと撫でるものがあります <laughs>、うん あの曲歌ってる人。そうですよ。有名人ですね。あ、そうなんですね、はい。今でも年取らずにね。<laughs> 年取らないわけないじゃないですか。いや年取らないよ、あの、はい、アイドルやってる時と全く同じ顔して。はい、はい、はい,はい、はい。今でも、なんかコンサートしてるよね。今,今何歳なんですか。えっと、こちら。<laughs> 衝撃。<laughs> はい、衝撃です。はいはい 本当ですか本当にその時と同じ体型と同じ顔してるねめちゃくちゃヤバいじゃないですか全く劣化してないね魔女じゃないですかそうだねこんな人え人間なんですかうん。アンドロイド系じゃない今でも美しいですよねあそうな好きだったんですよ、ダイオ好きじゃない人いなかったよえみんなが好きだったんですここにいらっしゃる方みんな好きだよえ本当ですかうなずいてるねうなずいてるね大好きですよそうなんですねそんな有名な方だったんですねそう この他にも有名なやつとかないですか？渡らせ橋とか。なんなんですか渡らせ橋ってどういうことですか？あの渡っちゃいけない橋なんで。あ、そうなんですね。渡らせないようにするための橋を作った。一休さんですか？そう。一休さんトンチ橋渡っちゃいけないけないようにそうそうそう。だから彼女いつも真ん中橋歩いて。一休さんと一休さんと同じ回答やるじゃないですか？一休さんですか？一休さんじゃないですか？トンチを一休ですよ。あ、そうなんですか？本題いかないんですか？大王。はい。 今日はですね、<う>大王にこれをするだけで開運するぜっていうたった一つのものを教えてほしいと、うん、いうかここはどこですかここはどこでしたっけ <laughs> 博多博多です博多ですよろしくお願いしますあ<ー><わ>すごいっですよぎゅうぎゅうですそうですね、ありがたいですね、はい、まあ博多が の皆様とね、博多で収録するの初めてじゃない。そうですか、博多収録多分初めてのようような気がする。あ、本当ですか。そうなんだ。あれは感慨深いですね。感慨深いですね。で、さっきアンケートを取ってみたら、四割ぐらいの人は大王にあるの、初めて。あ、本当ですか。初もうどん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 ね、いつも足繁く通っていただいている方は、どんどん離脱していくからさ。あ、そうなんですね。寂しいっすね。寂しいっすね。あ、そうなんですね。 いいやいや本当にも、もう十分だよっ本って。 人気商売は辛いですね。いやいややいと別れの連続ですね。いやそうだね。あだってこの間講演会に来られた方はあもう一回見たら十分って言ってね。うわめっちゃ強烈なコメント出してくるじゃないですか。でもその時の目線の先にはジャニーさんがいたんだよね。そういうことだ。ジャニー一回見れば十分。ダイはあと何回か見たい。それ知らそれはその人に聞かないと分かんない。はい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 。でもまあこうやってね毎回毎回こうたくさんの方に来ていただくのでまあありがたいですね。本当に嬉しいですね。まあ嬉しいことといえばダイはあの今日 飛行機に乗ったときに、隣の席の人が大王のこと好きじゃないですか。隣の席の人が大王に。後で写真撮ってください。そうだね。あの方結構ご年配の方でしたね。結構ご年配の方でしたけれども。隣はまあ年配同士のご夫婦ですよね。まあ六十五六でしょう。そうですね。そうですね。それでなんかキャーキャーね。そのおば様が騒いで。ふわちゃにさんがいるとか言って。 ジャニーさん、画面で見るよりちょっとキモいとかすごい痛烈なアメリカンジョークを。一人ごとのようにてました横でいるから聞こえるはい僕を見た後に前を見て「ジャニーさん画面で見るよりキモい」って言ったんですいやちょっとキモいちょっとキモいだったんですね。だからよリアルだなリアルリアルで嫌だリアルで受け入れたくないですねいやそれでお王様はキヤキヤ騒いでるからまあ、旦那様がちょっと嫉妬してたっていうねああそうなんすか そうなんですね。いやこれはあれですね。なんか大奥の滲み出るダンディズムを見たらいやそう全然関係ない、ね、取られちゃうかなって思ったんですよね。いやいやまあまあ本当にいろんなところで声かけていただけるのでね、うん、あ,ありがたい限りですよ。ありがたい限りですよね。うん、本当にね。本当ですよね。もう悪いことできないですよ。あ、かつてはね大奥、うん、本当に足しげく通ったお店も足げく通ったお店。うん、<笑><笑>どういうお店なの？<laughs> どう何系のお店なんですかそれ？でも私はどこに通ってるんですか？ あのこんなこと言うのもあれですけども、うん、あんまりそういう大人の店行かないですよね。いやあんまりじゃないでしょう。一回も行かないです。全く行かないですよ。何、うん、ですかあんまりって。あんまり。あんまりってことはたまに行ってんじゃないですか。<laughs> ちょっと含んでますよ、ね。行ってもたまにも行かないでしょう。 その繁華街を端から端までは歩いて満足みたいな、うん、<laughs> それご飯屋さん探す旅じゃないですかそうですね。ご飯屋さん探しながらですね、うん、まあ今日もね、はい、美味しいラーメン食べさせていただきましたねいや本当に美味しかったですなんだっけ元気いっぱい元気いっぱい知ってますかね、うん、あ知らないクリクリーミークリーミートンコスですね 美味しかったですね。そうなんです。多分みんなそれぞれ好きな豚骨ラーメンあるんですよね。そうだよね。まあまた後でね、詳しく教えていただいて、また食べに行きましょう。そうですね、そうですね。マカタハ来た時、にはい行きたいですね。ただいまリコへん情報あなたにお届けするよ。急ですね。ハリーだよ。大王。僕たちいろんな子に行くんですよ。行きますね。三月六日日本武道館。日本武道館。三月十日東京で再生先生。東京で再生先生。はい。三月二十七日出雲。出雲。 三月三十日チバがチバガスティア四月七八で大阪大阪ツーザイズそして四月十三で宮崎宮崎そして翌十四日は鹿児島鹿児島ぜひ遊びに来てください遊びに来てねありがとうございますということでだよ。 このたった一つだけやっておけば人生が改善していくぜっていうやつあったら教えてほしいんですよ、うん、この一つだけやっとけば人生改善するぜ、はい、はい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 それ無限にあるからね無限にあるの一個だけ欲しいんですよ無限にあるからね、はい、なんでかっていうと何個も言われてもわかんないですよ僕もそうですし何個もこのあれしなさいこれしなさいと言われても、うん、だからそれを実行するのが難しいのでもう今日のお題はこれみたいなやつをやりたいですやっぱりね、うん、僕いつも思うんだけど、うんはい、本当に自分の機嫌だよね 機嫌ちょっともうちょっと教えてくださいいやぱ機嫌よく過ごすっていうのがすごい大事だよね、はい、なんで大事なんですかだって自分の機嫌ってさ宇宙と直結してるからさ、はい、機嫌悪い波動を送ってるとさ機嫌悪くしてくるからねそういうことですか本当に面白いよ機嫌悪い人いるじゃないいます僕の周りにもさ,いるんだけどさ見たの <laughs> 見,見ました見たも見ましたこっち見たも見ました 僕の周りにはいるけどさ、ちら<の>みたいな。昨日 YouTube のコメント欄にそれ書いてあったんだけど、ジャリンさんの方ちらっと見て、はいえー、あ見た、今の見ましたっていうのを、はい、飽きたんだって。<laughs> <laughs> めちゃめちゃストレートじゃないですか。うん、あ、そうなんですね、うん。もうそれいいですって。あ、本当ですか。もうそれ。すごい。 もう違うネタ言ってください。あ、そうなんですね。いやもう一生やり続けないと思う。あの方は今下打ちしてるだろう。あ、そうですね。またやってるよね。また下打ちさせましょう。そうだね。でも本当自分の機嫌って本当大事だからさ。はい。これすごい大事だなと思うよね。そうなんですね。っていうかもう僕いつも言ってるけどさ、朝起きた瞬間ってすごい大事なんだよ。朝起きた瞬間必ず笑うんだよね。朝起きた瞬間に笑うんですか。うん、これは自分のマイルールだよね。はいはいだから一日のスタート笑顔でスタートし。 寝る時も笑いながら寝ていくっていうね。だから一日の始まりは笑顔で、終わる時も笑顔でってすごい良くない？いいと思います。良さげです。良さげ。でしめちゃくちゃ良さげです。でもこれね、やればいいのになと思うんだけどね。あ、結構やってない方は多い。それでほとんどの方はそのままね、トイレに行くわけですよ。もう膀胱破裂寸前ですから。ああ、そうです。朝起きたらもう膀胱破裂。でトイレ行って、宇佐みお様に挨拶して。 でトイレ掃除をさせていただいて、今度自分のね顔を洗ったりとかさ、いろいろ支度があるでしょ。でその時顔を見た時にさ、必ず褒めるわけですよ。機嫌を良くするために大イは自分の顔を褒めるんですね。褒めますね。思ってないけどね。あダは思ってないですか。大えばどうやって褒めるんですか。その時の気分でも何でもいいんだよ。いや今日マジめっちゃイケてんじゃんみたいな。んでもいいんだよ。本当に何でもいい。ダイはイケてますよ。朝起きた瞬間からイケてます。 嘘嘘チチェェッックク入りましっていうか周り見たら分かるけど運気悪い人ってやっぱ機嫌悪いからね。あそうすねだって機嫌悪くてさ運気の高い人見たことないでしょあの人機嫌悪いよねってさ見たことないでしょ見たことないでしょでも大体いう人って運気がないからそうすねだから結局全部自分が放つものが先だからさだから自分の機嫌っていうのもさ宇宙に放ってるわけだからやっぱ意識しないといけないよね。で結構さジャニーさんもさ今はもう言われないと思うけど。 昔言われたと思うんだよねなんか自分はさ別にこうなんか機嫌悪いわけでもないのになんか怒ってんのとかさありますねあるでしょありますありますだから結局この話をよくするとさご機嫌でいましょうなんていう話をするといやもう私はいつもご機嫌ですとか言う人いるんだけどあなたのご機嫌はあなたが決めるんじゃないんだよあなたに目の前の言う人があなたの機嫌をジャッジしていくからだからそう言われた時にさ怒ってないよ機嫌悪くないよって言うじゃない言います言うじゃない実際そだけど結局目の前にいる人は怒ってないの前にいる。 人には機嫌悪く見えるわけだから。はい、はい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 。だから、そういうのはさ、はい、家でさ、聞いてみたらいいんだよね。うん、その旦那さんとかさ。あ、旦那さんですね。うん、私、いつもブスっとしてるかなって言ったらさ。思、うん、い,いつもブスっとしてんじゃんって、絶対言われる。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。 これぜひ聞いてほしいですねそれさっきも言ってた僕の奥さんも言ってたねめちゃめちゃ笑顔や自分だけだったんだこれそうだからそこにめちゃめちゃ笑顔だと思ってこの自分の機嫌のパラドックスがここに生まれてるなるほどなるほどめちゃめちゃ笑顔は笑顔だと思ってるじゃないだけどそれは結局目の前にいる人が決めていくわけだから確かにそうですそう今反省しましたさきちゃんに比べたら僕の方がブスッとしてますそうでさきちゃんの方がいい笑顔してます彼女はいつ 何がいいってね、はい、寝顔がいい <laughs> 絶対やめてほしい絶対やめてほしいなんで人の奥さんの寝顔を見てるんですかそんな機会あるわけないじゃないですかそんな機会あるわけがないんですよありえないんですよサキちゃんの寝顔を見る機会なんて何よりもちゃんの寝顔を見る機会なんてなんか変な関係じゃないとありえないんですよそうだなちょっと口が滑ったな<笑><笑> 違う、大王は痛烈なパンチラインのごとくねじ込みました痛烈いやでも本当に自分の機嫌は目の前にいる人が決めるからだから自分がご機嫌でいるつもりでいてもさご機嫌じゃない時ってあるわけん。だから本当目の前にいる人にさなんかいいことあったのってこれが最高の褒め言葉なんだよねなるほどだからこれを言われるようになったら絶対あなたの人生は変わるんだよ「なんかいいことあったの?」とか「なんか最近よく笑ってるよね」とか「なんか恋でもしてんの?」みたいなふうに言われた時がその人の波動が変わった時だよね。あ あそうなんすねだって言われなないよなかなか言われないですよね何なか,なか,なかいいことあったのとか最近機嫌いいよねっていうセリフは人生の中でなかなかそうないよ、はいはいはい、ちょうど変革期に訪れる言葉ですよねそれってそうだね、うん、だからそうやってさ自分の機嫌は自分で取っていかないといけないからそうやって意識してやり始めてそれができるようになった時絶対にあなたのところに降りかかってくる現象というのは必ず変わってくるんだよね、うん、だからそれを意識してねやってみたらいいんじゃないのかなと思うけどね<っ>俺なんかは当によく言われたよ35歳でね、はい とこ行ってそれまで本当に機嫌悪かったからね。ああ<ー>、以前もそうでしたから実。実際にも機嫌悪かった。実前機嫌悪かったよ。だってはい、はい、面白いことないじゃない。そうですね、うん。しかも僕はあと不幸コレクターだからさ。あ、集めてた自分の思い通りにならないことがあるとさ、はい、本当に小さなことでもあるとさ。うん すぐに文句を言うのが趣味だったからね<ー>だけどそれがさ180度変わった時うん、うん、やっぱり周りにいる人たちはさ、うん、みんなに言われたよだって今までブスッとしてる人間がさいきなり次の日から笑顔になるんだよ逆になんか通り過ぎて心配ですねいやだからよく言われたんだよ、はい、なんか宗教やってるよねって。<ー> <laughs> でなん社長なんか宗教入ったよねってはいはいはいははいいそうなんですねでもそれね1日や2日じゃ変わらないからとりあえず3週間頑張ってくれそうなんですね3週間頑張るとなぜだか降りかかってくる現象が変わってくるあそうなんですね面白いねこれたった3週間これだったらできるじゃないですかそうだからもうさ手に書くしかないよね 機嫌をよくもう機嫌もう笑顔とかさ書いて貼らないと無理なんだよ人間を忘れていくからそうですねそうですねも手の甲とか笑顔とかさもう目につくとこにそうですねそこに向けてフォーカスしていくそういうふうに実践してる人っていうのは絶対人生変わってくるからあとはね何が降りかかってくのを楽しみにしてワクワクしてもらってたら本当人生豊かになると思うんだよねうん本当に最高ですということでぜひご機嫌を投げかけて人生を変革していってくださいありがとうございます 動画をご覧いただきありがとうございますチャンネル登録高評価コメントどうぞよろしくお願いいたします LINE 公式アカウントも新しくなりました、ね、登録お願いしますお願いします。ます桜松駅ファンクラブ夜のつさんカーメンオンラインサロンあなたの知らない世界を覗いてみませんか僕の視聴がたくさん出てるからね YouTube では語れないこと YouTube ではさ本当のこと言えないんで本当のことが言えのオンラインサロンぜひ覗いてみてぜひ仲間になってください